スベンティポルトは、カロリング町のロタリンギア王。スベンティポルトとも呼ばれる。東フランク王国の王アルヌルフの所長詞で、聖母の名は不詳。ルートビヒ四世のイボアニにあたる。バートミュンステライフェルにあるスベンティポルトの石像888年、父のアルヌルフのイタリア遠征に随行し、フリウリ編ハク・ベレンガルが、トレントで出迎えて、神獣を誓った。ベレンガルは、 西フランク王国遠征に失敗して、イタリアに戻ったローマ近郊のスポレート公グイードを撃破したばかりであった。アルグルフはその功績を認めて、ベレンガルをイタリア王に任命した。翌889年にグイードは勢いを盛り返して、ベレンガルを攻撃した。そのため、ベレンガルはトレビアでグイードに撃破されて命からがらに不利有利に帰還した。 代わってグイードがイタリア王と称して891年に西ローマ皇帝と称した。これに危惧したアルネルフはこのツベンティボルトに命じてベレンガルと連合させてグイードを討伐させた。894年に連合軍はベルガモの戦いでグイードの軍勢を撃退しミラノとパビーヤを奪った。間もなくグイードは病死し、 本体のアルヌルフの軍勢はそのまま南化して、895年にアルヌルフは西ローマ皇帝となった。スベンティボルトはこの功績で、父からロタリンギア王を上位された。在地の大貴族レニエ家のレニエ一世と対立、レニエ一世は西フランク王シャルル三世と通じた。その結果、899年のサイン・ゴアール条約により、西ロタリンギアは、 西フランク王国のものとなった。900年にスベンティボルトは病死した。29歳あるいは30歳であった。マッテノルートビヒ四世が後を継いだ。897年にザクセンコ夫一世の娘の王だと結婚。スベンティボルトには以下の3人の娘がいたとされる。ありがとうございます。